痩せ体質を作りたい方、足痩せしたい方におすすめなエクササイズです。はい、皆さんこんにちは。ミニバンドのお兄さん、タートルですよ。今回はこのミニバンドを使って下半身を上手に鍛えていきましょう。今回はシコスクワット、お相撲さんの四股を踏む感じのスクワットをしていきます。このバンドを使うことで O 脚 X 脚の方が改善できて、しっかり足の使い方が上手になって、お尻、太ももにしっかり効かすことができます。今回やってほしい方はですね、ランジをした際に膝の方向が内側向いてしまう方、何も考えずに足をついて膝がまっすぐ向いてる方はちゃんとできてます。膝がもし内側向いた場合、骨盤が筋力の低下によって内側に巻いてきています。それでスクワットをしてもですね、太ももやお尻をしっかり使えない状態でしゃがんでしまってます。要するに膝に負担がいってしまうやり方になってしまいます。今回ミニバンドを使うことで骨盤を開いた状態で太ももとお尻を使う、そうすることでしっかり上手に鍛えることができます。これを今回は10回3セット一緒に行っていきましょう。もしバンドがない方はですね、足の裏の使い方、膝に注意しながら一緒に上手に行っていきましょう。バンドがある方は一番柔らかいバンドから始めることをお勧めします。バンドを持ってない方は説明欄にですねリンク貼ってますので見に行ってみてください。とっても安くて強度が5本ぐらい豊富にありますので、これからたくさんエクササイズを行う際にとても便利なアイテムになります。これを一緒にまずやっていきましょう。はい、まずこのゴムバンドを膝の少し下にセットします。このような感じです。できればクリーンとなっていればまっすぐにしてください。この状態で足を開くんですけども、足を開いた状態でちゃんと骨盤がですね開けてます。この状態でつま先を少し開いて、骨盤も開いて、足は肩幅より少し広くしてもらって、これで手は腰です。このまま、まっすぐしゃがむ、立つときに足を上げる、しゃがむ、足を上げる、こういう繰り返しです。足は無理にギュッと上げちゃうとゴムがくるくるっとなっちゃいますから、しゃがんだときに片足に重心を移して立ちながらゆっくり引っ張る感じです。ぐっと引っ張るんではなく、ゆっくり引っ張って戻す、ゆっくり引っ張って戻す、こういう感じです。で、この時に片足になることで足の重心をちゃんと取れる位置を勝手に見つけるようになります。例えば外側に重心が行くとバランスが崩れます。内側に重心が行くとバランス取れません。ちゃんと足の裏でしっかりバランス取ることでちゃんとももお尻に効かすことができます。これを一緒に左右で1回、これを10回、少し休んで3セット一緒にやっていきましょう。お尻とももがですねキュッと引き締まりますので、バンドがない方は身を見まねでゆっくり一緒にやっていきましょう。ではいきます。ゆっくりいきます。1、徐々にゴム引っ張ります。2、3、バランスをしっかりとって4、5、6、ゴムがあるだけでしっかりお尻に効きますよね。1、8、9、10、
OK 10秒休憩します。これがね、3セットやると徐々に効いてきますから。よし、行きましょう。2セット目いきます。1、しっかり低くなりましょう。膝がブラブラしないように。2、膝が内に入らないようにゴムをしっかり引っ張って。3、お尻に効いてきてる。6、7、8、9、10。 OK 15秒休憩です。お尻のね、外側に効いてると思います。あと1セット頑張りましょう。さあ行きましょう。いきます。1、2、3、8、9、ラスト10。 OK いやーよくやりました。お疲れ様でした。でも疲れちゃったんでね、ちょっと噛んじゃった言葉が噛んじゃいます。いやー適度に息がね上がりますね。それでちゃんとゴム使ってますから、ちゃんとねもも全体とこの辺りにねしっかり効いてると思います。やっぱりちゃんとゴム使って同じフォームでずっと行うとですね、ちゃんと効果的に効いてます。ワイドスクワットとかね、あれでもやっぱり膝の角度、足の裏の重心、それだけで全然効いてなかったりします。まあ、しゃがんで立つってことももちろんしてますから、多少筋肉は使ってるんですけども、それがもしね足に行く負荷が腰とか膝とかに逃げてたら、やはり同じ1回でも全然効いてない1回になりますから、ちゃんとねこういったゴムバンドを使って、レジスタンスバンド、ミニバンドとも言いますけども、こういったゴムを使用してですね、ちゃんと膝がグラグラしないように、同じ位置でしゃがんで立つ、同じフォームで行う、そういう点に関してはすごく活用できるゴムになります。外国人の方は結構これを使ってまして、日本人でもだいぶ増えてきてはいるんですけども、今後さらにですね、このバンドを使ったエクササイズっていうのは流行ってくるとタートルは思っております。ですので流行ってくると思ってますから、このゴムバンドを使った動画を作ってます。現在は普通にエアロビ的な運動、1分間を10分間とか、すごい軽い運動をですね、やはり好んでやってしまうと思うんですけども、その軽い運動を1分とか10分とかするよりはですね、適度に負荷を与えて2分とか、そういう方がよっぽど効果的です。やはり適度にゴムバンドで負荷を上げて上手に行えるというメリットがすごく大きいですから、今後もですねこのミニバンドを使ったエクササイズをどんどんのしていきます。このゴムバンドをなしでやった方はいまいち効いた感じがしないと思いますけども、ぜひゴムバンドをですね購入してもらって、また動画を見ながら同じようにやってもらったら、すごく効いたっていう感じがね分かると思います。例えばただ足を上げるだけ、もちろん足は重たいですから適度に効きますよね。ですがこれを例えば足に通して足上げる、上に引っ張らないといけないんで
これだけでもね、歩くとかよりもはるかに疲れます。例えば毎日10分歩いてますよって方がいるとしましょう。毎日10分歩くんだら、これで1分歩いた方がよっぽど筋肉も使ってますし、よっぽど筋肉に効きますので、歩くっていうこともこれを家で使って CM の間とかにちょびちょび歩くだけでも全然痩せることが可能になります。ですが普通に外を歩くとなると、長い時間歩きすぎるとですね、足を上げて歩いてるならいいんですけども、もし足をあんまり上げずに足首で歩いた場合、歩きすぎる人はですね、ふくらはぎが太くなってしまいます。ですが適度にカロリーは使いたい、適度に運動は続けたいっていうのならば、このゴムを使って今みたいに足を上げる、前に進んでませんからふくらはぎが太くなる心配はないです。で、足を上げることによって太もものど真ん中、大腿直筋を使いますから、大腿直筋の筋肉がある人はですね、内側とか外側広筋がムキッとしてないんです。ですので大腿直筋を使うメリットとしては、足が綺麗になります。太ももの前が綺麗になります。ですので今みたいにもし歩いてるって方がいるのならばですね、このゴムバンドを使って家で膝を持ち上げるっていうエクササイズもしてみてください。ということで今回はこのミニバンドを使ったシコスクワットでした。お尻太ももにしっかり効いたと思います。頑張った方、勉強した方、よかったらグッドボタンやコメント、シェアもよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、これからも短い時間少ない回数で効くエクササイズをどんどん乗せていきます。長い時間動けばですね、筋肉が減ることもありますし、余計にお腹が空くこともあります。ですので短い時間でしっかりエクササイズを効果的に行っていきましょう。登録されてない方はよかったらよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.